バレイラは、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体、コマルカダ・フォンサグラーダに属する。ガリシア統計局によると、2010年の人口は1533人。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は99.72%。バレイラは、ルーゴ県の中東部に位置し、コマルカダ・フォンサグラーダに属する。北は、ポル。 リベイラでピキンと、東はアフォンサグラーダ、ナビアで、スアルナと、南は、ベセルア、ー、バラージャと、西は、カストロベルでの、各自治体と隣接する。自治体中心地区は、エスペレーラ教区のオカダボ地区。バレイラはアフォンサグラーダ司法管轄区に属す。自治体市長は、ガリシア国民党のフランシスコ・アカルエイロス。自治体表議員は、ガリシア国民党、6。 ガリシア社会党3となっている。市長当選者、フランシスコ・アカルエイロス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 ・バレエラは12の教区に分けられる。太字は自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。